そうだね。敵はフォロー内の情報を意図的に遮断してるみたい。それに何より郊外にあるはずのないエーテル爆薬、味方によってはシンダーグローレイクに手を出そうとしてるってことも。なんだってシンダーグローレイクが危ねえって言うのかよ。シーザー、リンの推測は一理ある。シーザー、あんたはカルドオンのこの大将でパエトオンの雇い主だよ。次の一手は考えてる？すぐにホローから出て怒ったことをみんなに伝えるのもありだよ。もちろんそれ以外にも。言うまでもねえぜ、プロキシー。シンダーグローレイクに行くぞ。あそこに危険が迫ってるかもしんねえってのに放っておけるかよ。あの場所が安全だってわかりゃあとはどうとでもなるんだ。よし、あんたがそう決めたならあとは私に任せて。ねえねえ待ってよ、そっちで何の話してるの？なんか大変なことがあったって感じだけどさっぱり分かんなかったよ。大丈夫だバーニス、焦らなくていい。後でしっかり説明する。リン、シーザー、君たちは出発の準備をしてくれ。当面重要なのはライトさんやルーシーと合流することだ。行くぞプロキシー、時間がねえ。前方エリアから生体反応を検出。エテリアスどもめ、キリがないですわ。ルーシーの声だ、急ぐぞ。ほーら、俺様に代われ。大将、俺らは無事だ。にしてもあの崩落は。なあ、火の湖に悪さしようとしてる奴がいるかもしれねえ。急がねえと。お待ちなさい。バイクもなしにどうやって火の湖へ行くんですの？ヒント、3台のバイクを検知、位置を特定しました。そいつはいいニュースだ。早く連れてってくれ。一掃するぜ。かっ飛ばし
検出。リン、見に行ってみよう。ありゃモルスだけど妙だな。なんであいつ覇者のおっさんたちと一緒にいねんだ。大将、ヤッコさん双眼鏡にかじりついて山の麓の方を見てたぞ。俺らが爆発に巻き込まれた方角じゃないか。モルス、カリドーンの子はいたか。奴らは今どこまで来ている。親分、言いつけ通り奴らが走るルートを監視していますが、一向に姿が見えません。何？妙だね。あの若造どもはこの程度じゃないはずだが、なぜ本番に限って。親分、その大丈夫ですか。おいおいモルス、エーテリアスを真っ二つにした親分の勇姿、まさか見てなかったとか言うんじゃないだろうな。余計な心配もいいとこだ。ルシウス、ご機嫌取りも大概にしろ。貴様は俺について長いが、相変わらず強気を避ける、弱気を見くびる悪癖は治っていないようだ。貴様は走り屋であり、トライアンフのナンバー2だ。そのざまで後に続く者がいると思うか。ああ、ごもっともです。親分、私は相も変わらず不出来な子分で、親分の下にいなかったらきっと火の湖をこの目で見ることすらかなわないでしょうね。もうよい。貴様は今回あれほど堅くなに避けていたツールドインフェルノへ自ら帯同を申し出た。多少は進歩したと言えるだろう。モルス、引き続きカリドーンの子を見張っていろ。我々は直火の湖に着く。まずいですわね。こちらの想像以上にトライアンフの先行を許していましたよ。けどよ、今の感じだとポンペイのおっさん、爆発に関しちゃマジで何も知らねえように聞こえたぜ。それにしてもモルスの素振りはなんか怪しくなかった？さっきの爆発ですっごい崩落が起きたでしょ。ここなら望遠鏡なんか使わなくたってはっきり砂ぼこりが見えたはずだよ。いいとこつくじゃねえかプロキシー。いくら俺らを偵察すんのが本分だっつっても、あんなどでけえ爆発警戒すんのが普通だよな。一言も報告しねえのは妙だぜ。ちょっとシーザー、どでけえ声を出すんじゃありませんわ。ん、誰だ。観念しなモルコ。できない相談だ。大将、やつは裂け目から出た。モルスのやつ、あの爆発と関係大ありでした。嫌な予感がプンプンします。目の前のエーテリアスに集中しろ。カリドーンの子め、決着をつけると息巻いておきながら、なんとも退屈なレースだったな。せっかく親分が目をかけてやっていたのに。シーザーめ、やる気がないにも程がありますね。
だが退屈も結構なことだ。少なくとも数年は火の湖を心配しなくていいのだからな。どういうことだ。エーテル結晶が大量に現れたぞ。エーテル重合触媒、有利状態にあるエーテル粒子の結晶化を促す代物です。都市の企業がエーテルの生産量を増やすために開発した技術ですよ。この場所の得意な環境ではさぞ効果があるでしょうね。ルシウス、まさか貴様。そうですよ、ポンペイの親分。あなたの火打ち石は僕がすり替えておきました。火の湖は間もなく完全に消滅します。ああそうそう、この触媒を使うと付近のエーテル濃度が急激に上昇するんです。特にエーテル適応体質以上の人には深刻な結果をもたらすでしょうね。ルシウス、貴様よくも。断じて許さぬ。おいおい、よくも僕の右頬に傷を増やしてくれたな、怪物め。ここまで侵食が進んでいてまだこれだけのパワーがあるとは。貴様なんぞに期待していたとは。俺の目は飛んだ節穴だったようだ。都市のエーテル企業と結託することがどんな結果をもたらすか貴様は分かっているのか。やだな親分、みんながみんなあんたみたく古臭い自由と仁義を信じてるなんてまさか思ってないよな。弱者、能なしももうとっくに時代から見捨てられてるんだよ。エーテルの力さえあれば僕はリーダーのいない郊外に新たな秩序を打ち立てられる。僕の指先一つで動く王国をな。どうした？ボス、カリドーンの子の痕跡です。奴らはもうすぐシンダーグローレイクに到達するかと。何？あれだけの火薬があって奴らを葬りされなかったのか。ひとまず撤退するしかないか。この目で火の湖の消滅を拝めたら90点だったんだけど、これじゃいいとこ60点だ。すみませんね、ポンペイの親分。どうやらお別れしなくちゃいけないみたいなんで、今楽にしてあげますよ。いや待てよ。そうか、そういうのもありか。親分、これで終わっちゃうのは悔しいですよね。カリドーンのこと決着をつけないままってのは。警告、目的地のシンダーグローレイク付近でエーテル濃度の急激な上昇が検出されました。なんだと？何があったんだ？シンダーグローレイクの近くにカメラの類はない。現場の状況はまだわからないけれど、こういった異常は良くないことに決まっている。くそ、あと一歩遅かったですわね。ルシー、何をやろうと俺らはできるだけ最速であそこに行くぜ。プロクシー、俺らのバイクは？裂け目で飛ばされちゃったみたい。そんなに遠くないよ。ついてきて。